こんにちは。さあ、こんにちは。今日は何でしたっけ？空飛んでもらうんですよね。はい、飛びます。日本では何されてるんでしたっけ？日本ではヘリ飛ばしてます。ヘリ飛ばしてます。はい。福岡からいらっしゃったらヤスさんです。ヤスさんです。こんにちは。ヤスさんって別に関係ないですよね。名前です。あ、名前ですね。はい。おはようございます。おはようございます。ワシンエアの小倉先生でございます。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。あ、小倉先生をご紹介します。はい、おはようございます。はい、お願いします。お願いします。すいません、中川です。よろしくお願いします。今日はじゃあ、ご主人だけ。はい。まだ小さいんで。そのうちお世話になります。ぜひぜひ。なんかね、日本でね、うん、ヘリコプター飛ばしてはるんですよ。あ、ヘリはのパイロット。はい。あ、どちらで？九州の福岡の方で。あ、そうなんですか。はい。あ、じゃあもう簡単ですよ。いやいやいや、飛行機乗られたことないですか？飛行機は最初の訓練でセスナーを。あ、はいはいはい。じゃあアメリカで撮られた。アメリカで。あ、なるほどね。はい、こんにちは。こんにちは、バシエです。あ、はい、あのですね、はい、あの小倉大先生がなんか恥ずかしがってどっか行っちゃったんで、はい、代わりにあのワシニアさんの自己紹介みたいなのしてもらっていいでしょうか？自己紹介ですか？どんなところかって。そうですね、アットホームな感じで。アットホームなんて何するとこかとか言ってください。あ、そうですね、飛行機飛ばします。飛行機飛ばしますか？はい、ご自身で飛行機が操縦できます。はい。あの、全く免許持ってなくても乗れるんですよね？はい、全然大丈夫です。お子さんでも大丈夫です。お子さん、はい、ちなみにいくつぐらいから？小学生ぐらい。小学生でも空飛べちゃうんですか？大丈夫です。あの、ちゃんと隣にベテランパイロットが座ってますので、はい、大丈夫です。ご指導します。いく？絶対動いちゃいかんよ。どこよ。車みたいにじっとしとくよ。よっしゃ。なんか急遽青くんでしたっけ？青くん乗ります。飛行機乗るようになりました。俺も乗る。大丈夫？飛行機乗る。大丈夫。分かって。よろしくどうぞ。よろしく。よろしく。はい、よろしく。まずね、今日の、飛行機ですけどね、パイパー製のね、アーチャーというタイプです。こちらの方ね、排気量が約 6000cc、そして180馬力の4になっております。で、こちらね、右が副機長席。で、あとその下ね、ペダルですね、ラダーペダルですね、前の点数になってまして、地上では前、1ノット約 1.8 から9キロですから、ね、約2倍したければキロに換算ですから、巨大タイミング操縦桿軽く押していただいて、この計器板のね、上約10センチ、この中に水平線見えますから、まずこの位置を覚えていただいて、この間隔を一定に保って、どうもいきなりすいません、はい、埼玉からいらっしゃった新婚さんだそうです。さっき飛んできはったんですよね？そうですね、あっという間で。あっという間。あっという間に終わっちゃいました。初めてですか？初めてですね、はい。どんな感じでしたですか？いやー、どんな、なんか景色見る余裕がなかったです。飽きませんや、これ。奥さんは後ろに。はい、すごい綺麗です。あ、ほんまですか？奥さんのは楽しまれた。楽しかったです。そうだね、夫婦の未来を象徴する感じなんですか？あ、そうや、お名前いただいていいですか？差し替えなければ。須田です。須川さんです。須田さん、はい、あ、新婚さんで、結婚したばっかりで、はい、じゃあ末永くお幸せに。ありがとうございます。行きましょうか。行きましょうか。行きましょうか。行ってきます。はい、行きましょう。はい、どうぞ。どうぞ。はい、どうぞ。
れるぞって。興味乗れて嬉しいか。嬉しい。カメラ見て言わない。こっち見る、こっち見る言わない。嬉しいって。嬉しい。嬉しいです。動かないように。うん、嬉しい。おお、いやーね、飛行機怖いですもんね。我々からするとヘリのが怖いですけどね。あ、どっちも持ってられるって言われてませんでしたっけ。いや、私はね、飛行機だけです。あ、そうです。ヘリは乗ったことあるんですけどもね。あー。はい、グランパタナー、桃井ズルは都心より消すタクシー。